財務大臣ね、財政健全化責任法案、我が党は3度にわたって出してんですよ。去年の通常国会、そして去年の臨時国会、そして今年の通常国会、いずれも民主党の皆さんによって潰されておりますね。我々はそういう意味で、これだけですね、国際公約までプライマリーバランスについてやろうとしちゃうなら、その内容、これ今パネル出しておりますが、どっか違うところありますか。安住財務大臣、ちょっと経緯を私もお話をさせていただきたいと思います。自民党の出された財政健全化責任法案については私国会対策委員長でございましたんで、経緯はよく分かっているつもりでございますが、最初参議院に出していただいて、審議をやろうというところで、確か責任者林先生だったと思いますけども、一回出し直させてくれということで、少し内容が変わったものを出していただいて、それで参議院の方で議論をし、8月に入ってから、廃案の手続きになったということでございますが、内容については、当時の岡田幹事長おられますけども、大変我が方と考え方が近いということで、ぜひ、特例公債法と、等と合わせて議論をさせていただければというふうに思っておりましたけども、結果的に廃案になってしまったのは残念だと思います。内容につきましては、33年度以降の各年度末における国及び地方の債務残高の対 GDP 比を安定的に低下と5条1項1号で書いてあります。またフローの部分で言ってもですね、27年度までにプライマリーバランスの対 GDP 比を、これ22年度から半減ということですから、くしくも我が方と考え方は一致しているというふうに思っております。野田君、我が方と考え方が一致してるなということを言っちゃいけませんね。あなた方が我々の考え方に近づいてきたんじゃないですか。土台あなた、そら、本末転倒ですよ。それじゃあ伺いますがね、今回消費税 10% に引き上げるという、これはまさにですね、税法改正の付則104条に基づいてやるわけですね。じゃあこの付則を作るときにあなた方は賛成しましたか、反対しましたか、イエスですか、ノーですか。安住財務大臣、反対しました。野田、はい、なぜ反対ですか。それを今や国際公約にしようとしてるんじゃないですか。なぜですか。安住財務大臣、いや、私は当時は確か国対委員長代理でございましたけども、不足全体というよりも取得税法に反対をしましたので、そういう中で、景気の状況等を勘案したときに、この法案には反対ということを党で決めたということです。野田君、あの頃は減税ばっかりなんですよ、リーマンショックの後でね。いや、減税反対だったかな。だからいずれにしてもね、野党だから反対したんでしょう。あっさりした方がいいんですよね。いや、総理そうなんですよ、あなたもそうだ。で、今ですね、私は非常に心配しているのは、いろいろ言葉では上手にですね、なんか誠心誠意を表現しているようには見えるんだが、本当はそうじゃない。結局なんだかんだ言いながら辻褄合わせばっかりやってる。魂が見えない。あなた本音でですね、じゃあ伺いますけど、消費税の引き上げが本当に必要だといつから思ってますか。聞きます、どうぞ。野田内閣総理大臣。何年かは忘れましたけれども、民主党の中で、次の内閣の財務大臣をやっておりました。で、財政健全化の計画を8年計画で作ったときに、前半を歳出中心の計画、後半を歳入の計画といったときに、基本的にやっぱり消費税を当てていくという考え方を私なりに取っておりました。野田君、その後ね、この前の総選挙の公約、そして鳩山内閣ができてから今日までの歩み、恥じることありませんか。言葉でね、いや4年間はあげないと言ったんだからいいんだとか、そんな話じゃなくてね、堂々と自分の本音を国民に訴えるようなことがなくて、
人は動かないですよ。テクニックばっかり走っても辻褄合わせてもいけませんね。その辺についてね、僕は見ててね、どうも今の内閣はね、鳩山さんの時とも菅さんの時とも違うと。だから野田さんになれば国際公約だけじゃなくて、国内でも所信表明から言ってるんだから辻褄合ってるようなこと言ってるけど、所詮一貫して民主党内閣なんですよ。頭が変わったから中身は変わらないじゃないんですよ。それは総理個人としての総括じゃなくて、民主党全体が総括をして国民に向かって今までとは全く違うことをこれからお願いをするわけでしょう。そのことに対して正面からどう国民に説明されるんですか。そこに対する真摯な思いが伝わらない。目先の話ばっかりだ。それが実は今回世の中が混乱している大きな原因なんだ。今年の2月の予算委員会でも私は言いました。我々はすでにルビコンを渡って待っておりますよと。早く政府民主党の皆さんがせめて我々と同じレベルにまで追いついてくださいと言ってきたんだ。それがまだ今日までできてないわけだ。そうでしょう。そういう現実の中で今こういう段階でですね、やるべきことは今の政府与党の責任において国民の皆様に今までやってきたことに対する反省とお詫びをまずそこから行かなきゃいけませんよ。ね。それがまずあって、そして真摯にですね、やっぱり勉強したら必要でしたと。今まで誤ったメッセージを出してすみませんでしたと。言ってやるのは当たり前じゃないんでしょうか。その辺は総理どうですか。